まあ、ピンの G430 シリーズ、まあ、正直モデル末期ってもう言っていいと思うんです。ただピンは現状のクラブの性能を超えない限り新しいものを出さないっていうポリシーもありますので、正直こんだけ売れ続けちゃったら次出すの大変だと思います。皆さんこんにちは、クラブフィッターの小倉です。今回ご紹介するクラブはこちらです。はい、ピンの G430 シリーズ、シリーズまとめてご紹介します。今手に持っているのが、ピンの G430MAX の 10K のドライバーなんですけれども、この G430 シリーズは、2022年の11月に、発表されてますので、動画を今撮ってる現時点で、まあ、2年近く経ってるんですけれども、いまだにですね、ドライバー、フェアウェイウッド、それからハイブリッド、まあ、アイアンもありますが、どのジャンルにおいても、まあ、非常に長く売れ続けてるシリーズです。ピン その第一印象を多分いろんなゴルファーに聞くと、やっぱり曲がらない、優しいっていう言葉が先に出てくるはずなんですね。これはもうピン その、まあ、会社のポリシーというか、考え方に、やっぱりその誰が使っても優しいっていうクラブしか作らないよっていう考え方が基本にあってですね、まあ、そこにこうしっかり乗ってるのがこの G430 のシリーズになると思います。やっぱりそういったところ、まあ、会社の要は姿勢ですよね。でクラブできてるクラブ、どちらから見てもやっぱり曲がらないクラブって何ですかって聞かれると、これが上がるかなと思うわけですよ。知ってる人はね、もう今更かもしれませんけど、まあ、この G430 シリーズっていうのはまあどういったクラブかっていうところを、まあ、ちょっと流れでお話ししたいんですが、まあ、ドライバーは、基本のモデルとしては4モデルあります。G430MAX、G430SFT、G430LST で、さらにそこに派生モデルで G430MAX10K、G430HL とかですね、まあ、非常にこう多彩なラインナップがあるんですけれども、まあ、どれも基本として重心を深くすることで芯を外しても球がぶれにくいっていうのが基本の設計になります。でこう見た目的にもですね、非常にこう投影面積が大きい、まあ、大型のヘッドを採用してますので、こう構えた時のそのプレッシャーも感じづらいっていうところが一つありますね。やっぱりその曲がらない性能っていうのはこう見た目的なものとか、そういったところからも出てきますので、やっぱりどんなに優しいって言われてもティーショット緊張したらうまく振れなかったりするじゃないですか。そういったところもしっかりこうカバーしてくれる、クラブが、まあ、ピンの G430 シリーズですね。でドライバーに関してもそうですし、フェアウェイウッド、フェアウェイウッドは割とやっぱり芝の上から打つ長いクラブですので、ちょっと小ぶり気味にはなってるんですけれども、それでもやっぱり曲がらなさっていうのは、他のフェアウェイウッドとかと比べると、ピンが秀でてるなっていう印象はあります。でですね、最もこのピンのシリーズの中で、まあ、一般ユーザーに支持されていると言っても過言ではないのはこのハイブリッドです。もともとハイブリッドって、まあ、いわゆる日本でいうユーティリティですね。ユーティリティは、まあ、お助けクラブ要素、ロングアイアンじゃ球上がんないし、フェアウェイウッドうまく打てないしっていうような方が、まあこう手に取りやすいクラブではあるんですけれども、そのミスに強い、それから曲がらない、まあ、そういった要素が一番欲しいクラブってなんだろうっていうところが多分一致するのがこれなんだと思うんですよ。だからこそもうほぼダントツって言っていいぐらい、ピンのこの G430 ハイブリッドは、日本の市場で売れてます。でまあ、ロフトのバリエーションも非常に多いですし、17度から今30度を超えるのもあるのかな、それぐらいラインナップが多いんですよ。やっぱりそういう幅広いニーズにも応えるっていうところを考えると、まあすごいですよこのクラブって。まあ、ピンはさらにこう中古でもそんなに価格が落ちないっていういいところもありますので、この1個前の G425 の、正直ハイブリッドも、未だに人気があります。こういうこうなんて言うんでしょう、ブレない考え方なんですよね。優しい曲がらないがどんどん進化しているので、やっぱり最新型も売れますし、ちょっと古いもののも十分要は性能が高いわけですよ。なのでもうハイブリッド市場は本当にピンがこう占拠しちゃってる状態と言っていいと思いますね。ぜひねこれを超えるようなハイブリッドは出てきてほしいなと思うんですけど、なかなか難しいでしょうね、ここまで定着しちゃうと。それぐらい単品で、まあ、購入するものとしては強いですし、買って間違いないと思います。
で最後アイアンです。まあピンのアイアンって種類たくさんあります。で G シリーズもこの430の他に、730っていうまた別のモデルもあったりするんですけれども、やっぱりこの G のシリーズは、曲がらない、芯を外しても、ブレにくいっていう、やっぱり一貫した性能があります。でやっぱりこうアイアンもヘッド大きいので、こう見た目の安心感っていうのもあるんですね。やっぱりそういうこう分かりやすさ、それからまあその通りの性能、それからこうライバル不在にするぐらいのそのきめ細かなシャフトラインナップだったりロフトラインナップだったり、そういうところをしっかりこうまあ2年弱かけてまあ詰めてきている。もちろん初めからラインナップはあるんですけど、最初の部分ってやっぱ興味ない人たちなかなかそこまで調べないじゃないですか。まあ、それだけ長く売り続けることによってやっぱりそういったところも活用されてくるでしょうし、もう本当にこう言葉ではなかなか言い表せないぐらい、まあ、きめ細かに、ユーザーのことを考えて作られているクラブだなとは思います。まあ、ピンの G430 シリーズ、まあ、正直モデル末期ってもう言っていいと思うんです。ただピンは、その現状のクラブの性能を超えない限り新しいものを出さないっていうポリシーもありますので、正直こんだけ売れ続けちゃったら次出すの大変だと思います。これあの座談会の時に鶴原さんとか石井さんとかとも喋るんですけど、どうするんだろうねって。本当にこうここまでこう突き詰めて、しかも市場に支持されているブランドを変えるのはメーカー側としても怖いと思うんですよ。まあ、それぐらいこう高い評価を受けて売れ続けているクラブですので、現状そうですね、クラブが自分にこう合わせてフィッティングとかなかなか受けづらい、まあ、もしくはまあ何を買っていいか分かんないなんていう方は、まあ、まずピンの G430 シリーズはチェックすべきモデルだと思います。実際買ってその損とか、いやこれ合わないなっていうことは多分そんなに思わないんじゃないですかね。逆にそこに行き着く人はもう明確に自分がこうしたいっていう好みがもう自分の中で出てきてるゴルファーだと思います。ゴルフクラブって複雑ですので、なかなかそういったところをこう自分のスイングのスキルとか、考え方とこう沿ったクラブを見つけるっていうのはなかなか難しいことではあるんですけれども、もうちょっとこうしてほしいなとか、こうなってほしいなっていう G430 を打って好みが明確に欲しい性能が出てきたんであれば、それはあなたのゴルフのスキルが上がってる証拠の一つだと思っていいと思います。それぐらいこういろんな人に合うし、逆にゴルフが複雑でよくゴルフクラブがよく分かんないなっていうほど、まあ、優しく感じて優しく使えるクラブだと思いますので、迷ったら一回ピンを触ってみるのがいいと思います。まあ、販売数がですね、周りの口コミがそれを証明していると思いますので、ぜひまだ触ったことのない方はピンの G430 シリーズ触ってみてください。改めていいクラブだと思います。